こんにちはーアカデミー堀秀夫です沖縄に住んでいてもアマゾン室で稼ぐことは可能です。えー、沖縄に住んでいてもアマゾン室で稼げます、えー。離島は不利かもと思ったのは全くの杞憂でした。ね、だいたい仕入れ場所の店舗、沖縄ね、えー、思ったより思ったよりというかね、えー、首都圏と何ら変わりないぐらい店舗ありますね。えー、人口対比率で言ったらね、 え全然仕入れしやすいです。は、ね、じ、えー、めに滞在した場所の近くにね、えー、ライカムイオンがあるんですけど、17万平米。まあ、17万平米って言ってもちょよくわかんないですけどね。まあ何しろすごいでかいライカムイオンがありました。で、お店がね、えー、あるのもともかく、何しろスーパーがね、12時まで開いてると。ねえー、仕事終わった後にね、スーパーに行って、 え、物件をチェックするとかね、そういうことが意外にやりやすいという環境でした。で、日本に生まれてね、日本に住んでいるなら、輸出ビジネスに取り組んだ方がいいと。まあ、日本の商品っていうのはね、安いし、質が良いから、まあ、輸出した場合、高く売れる商品が非常に多いんですね。それでも、まあ、通販なんかした場合ね、よくね、沖縄は除くとかね、離島を沖縄は除くといってね、送料が 高くなっちゃう、えー、ケースがあるんでまあ、どうだろうなとね沖縄に住んでると仕入れしにくいのかなというイメージが若干あったんですけど、まあ、沖縄来てみてね、えー、見てみたら、まあ、全然、えーまあ、通販もね、えー、通販で仕入れる場合も、まあ、ちょっとね何百円か送料高いだけですし何よりもねリアル店舗の仕入れっていうのがやりやすいんで、えー、まあ、全然、えー 輸出には不利にならないなと。まあ、むしろね、沖縄、観光客いっぱいいます。で、米軍の人たち、え、アメリカ人いっぱいいますんでね、その人たちがね、どういうもんを買ってね、どういうのだったら高くても買うとか、どういうのが人気だとか、それを眺めているとね、人気商品がわかります。だから、ある意味、まあ、秋葉原みたいなね、感じで、まあ、何を売っていいんだかわかんなくてもね、 海外から来てる人の動きを見てればね、ああ、これ人気なんだ今というのがわかるという、えー、メリットもあります。だから、日本の下手な地方都市よりはですね、むしろ沖縄のが有利かなというぐらい、えー、まあ、輸出には取り組みやすい環境でした。まあ、いろんなね、場所により一長一短ありますけど、まあ、何しろやっぱりね、えー、日本に住んでる場合には、輸出ビジネスで稼ぐのはね、えー、もともと身の回りの商品が 安くて良い商品で溢れてるといった意味でね、アドバンテージがある、まあ、有利な点がありますので、やっぱり物販取り組むなら輸出、輸出取り組むならね、日本に住んでるからには非常に稼ぎやすいと。で、z o n を使,使,使うとですね、その身の回りにある商品をね、下手な鉄砲、数打ち当たるで、 大した数打たずに儲かる商品が見つかるというメリットがありますのでね、非常に稼ぎやすくなっています。沖縄でも稼げるというのがね、よくわかりましたんで、もちろん他の地域に住んでいる方もっと稼げると、あるいはね、同じように稼げます。まあ、何かインターネットを使った パソコンを使った副業をね、考えてる方、物販がいいかなと思った方ね、あるいは輸出で迷ってる、輸出か輸入か迷ってるという方は、やっぱり輸出が一押しいです。えー、ゴールデンウィークからですね、アマゾン輸出始めて、今年のホリデーシーズン、あるいは今年始まる予定のね、オーストラリアアアマゾンで稼いでみてはいかがでしょうか。えー、今、会員募集してますんでね、えー、ご応募を待ちてます。まずは、 このメールセミナーね、登録していただくと、その募集のメールとかね、あるいは、どんなふうな考えでサポートしてるとか、どういうふうに稼ぐとかいう情報を流してますんで、まずはこの無料のメールセミナーに登録してみてください。ご登録お待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。